サイドバックに入っている樋口、ボールを投げ入れて、さあここでチャンスになる、シュート決まった、荒木が決めた、ミドル。今のシーンです、スローインの流れでした。ここでちょっと山本コースが足につかなかったところ、こぼれたところに荒木でした。左足を思い切って振っていきました。ゴールキーパー神田の右を抜けていきました。